タファリアは、スペインナバーラ州のムニシピオ。ナバーラ州の州都、パンプローナから35キロメートル離れている。タファリア市外には2つの重要なルートが通っている。1つは、パンプローナとピレネー山脈とつなぐ南北のルート、もう1つは、サングエサとエステリアをつなぐ東西のルートである。高速道や自由道が通じており、鉄道もある。ローマ時代のタファリアが、 どの名で呼ばれていたか不明である。アラビア語での地名アルタファイラが現在の名の語源である。タファリャの名が初めて歴史上に登場したのは10世紀アリブイブンサドの年代記においてコルドバのカリフアブデラマン3世が924年にパンプローナ王国へ遠征を行ったという記述においてである。1043年 アラブと同盟したアラゴン王ラミロ一世に対抗し、タファリャ住民がパンプローナ王、ガルシア・サンチェス三世に加勢し勝利した後、貢献したタファリャ住民は王によって貴族に劣勢られた。サンチョ・ラミレスはタファリャに初の司法権を授け、1157年にナバラ王サンチョ六世が、1255年にテオバルド二世がこれを再確認した。 三ョ七世はタファリア住民に対する自治権をさらに拡大した。カルロス三世は1418年と1423年に市場を開く権利を与え、コルテスをタファリアで開いた。ナバーラ内戦ではタファリアはカルロス三世の決闘を支持するとし、侵略者からナバラの正当な王を守ろうと、 カスティーリャ・アラゴン連合軍と対峙した。フェリペ4世はタファリアに都市の地位を与え、1636年にはコルテスを開いた。半島戦争においてはパンプローナに近い戦略上の要所として1808年にフランス軍に占領された。カルリスタ戦争でも国王軍とカルリスタ軍との間で侵攻、奪還を繰り返した。 タファリア住民のおよそ68%が製造業に従事する。農業に従事するのは人口の約6%だが牛を中心とした畜産業が行われている。ありがとうございます。